千葉ダービーは日本プロサッカーリーグに加盟するジェフユナイテッド市原、千葉と柏レイソルの両チームが対戦する試合の故障である。両チームによる最初の対戦は1993年に岩手で実施されたプレシーズンマッチに遡る。この試合を含めてレイソルが J リーグに昇格する1995年までに試合が実施された。 レイソルが J リーグに昇格した1995年以来リーグ戦として定期化されている。2006年はレイソルが J2 に降格したためリーグ戦、カップ戦でのダービーは実施されていないがプレシーズンマッチである千葉銀カップでは実施されている。2010シーズンは両チームとも J2 に降格したため J2 の公式戦で初めて千葉ダービーが開催された。 2011年はレイソルが J1 復帰、一方ジェフは J2 残留となったため8年間リーグ戦としての千葉ダービーは開催されていなかったが2019シーズンはレイソルが J2 に降格したため9年ぶりに J2 の公式戦で千葉ダービーが開催される。前述の千葉銀カップは毎年恒例に開催されている。この試合における ジェフ側のホームゲームは最初市原臨海競技場で行われたが、レイソルが J1 に復帰した2007年以降は、福田電子アリーナに変更された。レイソル側は一貫して日立がシュアサッカー場で行われているが、2008年の J リーグカップ予選のホームの試合は、柏の箱を演奏合競技場で行われた。日本におけるダービーマッチの中では、 比較的実力の拮抗したダービーであり、特に2008年から2010年にかけての6試合連続での引き分けは他に例を見ない。以下の一覧には、千葉銀カップの成績は含まれていない。千葉銀カップについてはその項目を参照のこと。ありがとうございます。